山本かなえ、山本かなえ、山本かなえ、1882年、明治15年10月14日から1946年、昭和21年10月8日は、愛知県ぬかた郡岡崎町、現、岡崎市出身の版画家、洋画家、教育者。16歳からは、長野県上田市に住み、美術の大衆化、民衆芸術運動の中に身を投じた。長男は、 詩人の山本太郎。画家で詩人の村山海太は重八1882年、明治15年10月14日、愛知県ぬかた郡岡崎町、現在の岡崎市に、父一郎、母竹の長男として生まれた。間もなく、漢方医の父が、医師資格取得に必要な西洋医学を学ぶため、上京、一家は、東京はサクサク三谷町に移住した。 小学校を卒業したカナエは、浜松町の木藩工房で、桜井行運、虎吉の住み込み徒弟となり、藩画職人として自立する道を歩み始める。カナエ16歳の時、父が、長野県小さが多群上川村、大谷、県上田市に委院を開業、一家は移住、カナエにとって、上田は、第二の故郷となった。1901年、明治34年に、 木版工房での9年間の年季奉公を終えた、カナエは、他人の死体を掘るだけの職人に満足できず、1902年、明治35年、東京美術学校西洋画家仙海岡に入学した。在学中の1904年、明治37年、よさの鉄管主催の雑誌、病状に刀が、漁夫を、発表、海辺の人々の生活感を滲ませた、この作品のリアリズムは、 複製技術を主体とする従来の版画にない新鮮さを示し、新進気鋭の版画家として注目された。それは絵師、堀師、り師の三者を一人で行う画期的な創作版画であった。1906年、明治39年に東京美術学校西洋画専科を卒業した。1907年、明治40年、なえは創作版画を奨励し、 若い美術家や作家たちの創作拠点とすることを目的として、石井白帝、森田恒友と美術文芸雑誌、宝寸を創刊。資金難の中、雑誌の発行は困難を極めたが、1911年、明治44年の週刊までに35冊を発行、美術、文芸の分野に独特の地方を築き上げた。卒業後、金井は雑誌に、 差し絵や文章などを書き活躍を始めた。1908年、明治41年12月、金江は、放寸を母体として、発起人の一人として、パンの会を発足させた。石井白帝、森田恒友、倉田白陽などの、放寸同人と、北原白州、木下木太郎らがメンバーであった。1910年、明治43年3月下旬から、 上田朝日新聞にスケッチと文章によるハガキ通信、尋常さ反録の連載を始めた。北原白秋との親密な文学的交友を伺わせるエピソードとして興味深い。1911年、明治44年、自ら東京版画クラブを開設し、そこからの観光となった総画舞台姿というシリーズは坂本半次郎との共作で、 従来の浮世絵版画の形式を追った作品であった。カナエは同志に木版、石版、人工版などによる作品六十点のほか、俳句、詩、評論、随筆などを発表している。1912年、明治四十五年七月、カナエは石井白帝の妹、孔子との結婚を石池から拒絶されたことが発端でパリへ旅立った。木版画を制作し、 絵を描き、エコールド・ボザール、美術学校のエッジグカへも通うが、貧困の生活が続き、モデルのフランス女性があまりの寒さにストーブを焚いてくれと言っても、石炭を買う金がなく、手のひらでその肌を時々温めてやりながら、絵を描くこともったというエピソードが残っている。一方、大仏中、島崎藤村との親しい交友関係ができ、藤村の新星に登場する画家、岡は、 山本カナエをモデルにしている。後にカナエは、フランスで得たものは、リアリズムであったと言っている。1916年、大正5年6月、カナエは、ロシア経由で、帰国の都に着く。モスクワでは、領事館の世話になり、帰国の領費を得るため6ヶ月ほど滞在するが、この間、農民美術収集館を訪れ、児童創造展覧会も鑑賞した。モスクワ滞在中、 北原白州と懇意な青年と会い、白州の妹、家子との縁談を紹介され、帰国した翌年、大正六年二人は結婚する。また、モスクワ時代には留学中であった片尾はのびとも出会い、以降も信仰が続く。1918年、大正七年には、戸張小岩など、日本創作版画協会を設立。 日本画、洋画と並ぶべき版画の独自性を主張するなど今日の創作版画の流星をもたらすことに貢献した。版画という語は、家内の造語であると言われている。平凡社、世界大百科事典また同年、小さ型軍上川小学校で、児童自由画の奨励への講演を行ったことを契機に、子供に自由に描かせる自由画運動を推進することになった。1919 19年、 大正八年には、農民美術練習所を開校し、修正農民美術振興に献身することになった。また、カナエは描きやすい画材の研究を重ね、クレパスを考案したことでも知られている。山本の郷里の知り合いが、星の温泉の支配人をしていたことから、帰国後の第一作、温泉道を軽井沢で描いて発表したところ、富岡製紙場の所長から申し出があり、 軽井沢のアトリエを新定された。所長は、偶然軽井沢で、画作に励む山本を目撃し、その真摯な姿勢に感激したゆえの行為だったという。カナエはフランスへ渡った当時、借金生活を送ったがその後も、農民美術の事業などで莫大な負債を抱え、生活は苦しかった。晩年は、脳一血で倒れ、療養生活を送った。1946年、 昭和21年10月8日、長年点を闇手術後に没した。去年65、カナエの墓所は、江戸川区一ノ江の国中会墓所にある。カナエの自由が教育運動と、農民美術運動は、1916年、大正5年フランスからの留学の期と、ロシアで見た、児童画と、農民工芸に注目、さらにトルストイが始めた。 農民学校の話に感激して、日本においても実行しようと始めたものであった。旧来の手本を模写させるだけの美術教育を批判、子供に自由に描かせる、必要性を説いた自由が運動と、農管機に工芸品を作り、副収入を得ると同時に、美術的な仕事を通して、農民の文化と思想を高めようとする、農民美術の運動によって、かなえは、 大正デモクラシーの先駆者の一人として位置づけられてる。児童画の教育を改革しなければならないと考えた、かなえは1918年、大正7年、日本創作版画協会を設立、会長となり、自由が教育運動を展開した。この運動は、全国的に教育現場で迎えられた。長野県では、当時盛り上がっていた自由教育、個性教育市長もあり、 自由が教育運動は急速に普及した。1919年、大正8年4月、長野県小さ型郡上川小学校で開かれた第1回児童自由が展覧会には、長野県下から1万点弱の作品が寄せられ、7000人を超える児童が鑑賞した。1920年、大正9年、自由が教育の要点を中央公論8月号に発表。 同年12月26日、北原白州らと日本自由教育協会を結成。第一次世界大戦後の疲弊した農家の生活を安定させるため、農環器を有効に活かすことによって、農民の生活に生きがいと誇りを持たせるために計画されたのが、農民レジ術運動である。九百十九年、大正八年十二月、上川小学校の教室を借用して、 農民美術練習所が開所し、練習所の作品は三越で展示即かいで、出品され好評を博した。農民美術練習所は翌年は、金井と共に、この運動に携わった金井忠の産室に移り、千円ほどの建築費で、小さな青い屋根の工房を完成させた。1923年、大正12年には、日本農民美術研究所が新築され、 本格的に講習が行われるようになった。また、農民美術生産組合が組織されるなど、その運動は着々と成果を上げながら、昭和の初期には、長野県各地の他に、東京、岐阜、京都、千葉、神奈川、埼玉、福岡、熊本、鹿児島などでも作品が生産されるようになった。現在も、全国各地に物産品として民芸品が作られているが、 これらのかなりの部分がこの農民美術運動に影響を受けたものである。徳川義親が北海道薬母町で初め全道に広まった木彫りの熊はこの農民美術運動とアイヌ工芸とが結びついて生まれた混合文化と言える。民芸運動の創始者、リュウ・ムネヨシは農民美術がロシアなど西洋文化を模倣しており、日本の伝統工芸を顧みていないことに批判的で、 あった。日本農民美術研究所に学んだ人たちの間で、1950年代、後半から家内を検証した、記念館の建設の機運が起こり、広範な運動に発展、長野県内小中高生や教職員、美術家や特殊家、団体などから寄付があった。家内と信仰のあった、有島育馬、ま、石井鶴蔵らからは、資金の一部にと作品が寄贈された。 長野県からの補助金もあって、1962年、昭和37年、上田市の上田公園内に完成、市に寄贈された。個人の記念館としては、大規模のものである。およそ半世紀にわたって、検証事業と美術館活動を継続したが、2014年、平成26年10月2日に開館した、上田市立美術館に機能を統合され、同年9月末日をもって閉館。 所蔵品は上田市立美術館に移管された。同年上田市立美術館では開館を記念する金井の特別展が開かれ、作品と関連資料が公開された。記念館の建物は隣接する上田市立博物館の別館として整備され、2016年平成28年1月4日に再開館した。山本金井の業績を記念して、 1999年、平成11年に、第1回、山本カナエ版画大賞展が開催され、ビエンナーレとして3年に一度開催されている。山本カナエ記念館、上田市主催。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。